早速映像をご覧ください。どうぞ。岩木戦ですね。そうですね。ここで、はい、相手ボールになっちゃいました。この時点でゴール前に山口の選手は8人ぐらいいるんですよ。カウンターをまさに受けてます、はい、でこのカウンターを受けてる時、ここでストップすると2対3、これサッカーでいうと数的不利っていうんですけど、はい、もうすごく危険な状態なんですけど、ここでのもう戻り、選手たちの戻りをちょっと見てほしい。全力で戻ってましたよ、はい、あ、もうだってもうペナルティエリア内1、2、3、4、5、そうね、6人が戻ってますから、はい、じゃあもう一回ちょっとストップなしで見てみたいと思います、はい、ここで取られちゃって簡単ですけど、やばいって思った選手たちが、まあ、2人はスライディング出ましたね。そうです。でこの真ん中戻ってるのがセーブ、そしてまあ左が、都市かな。そうですね。でここでクリアしてるのもセーブです。小林選手の献身的な、ね、はい、戻りがすごい。そうなんですよ。これ選ばれた理由っていうのは、まあ、なんていうんですかね、まあ、こうチャンスの後にはこうピンチって必ず来るんですけど、はい、その時にいかにこうああいった70m から 80m、 もっと言えば 90m ぐらい走ってる選手もいて、うん、そこで、まあ、絶対にやらせないんだというか、うん、最後までこう失点させないというか、そこのこう諦めない姿勢みたいなものが、まあ、あの時まだ 0-0 だったので、はい、その状態でもあの姿勢っていうものをあの見せれたものが素晴らしいなと思って、これはちょっとピックアップ入れようと思って。なんか夏香監督がよくおっしゃってる気がします、うん、戻る方が大変なんだ、うん、あ、そうですね。戻らないとダメだけど戻るのはすごく大変だ、うん、それができないとでもいけないって。そうなんですよ、うん、あの前にエネルギーかけたいじゃないですか、走る時も前に進みたいじゃないですか後ろに戻るときに全力ってあんまり出したくないんですよ、攻撃の選手は、うんうんうん、やっぱ攻撃が好きなんでね、はい、ただあの戻るときにあれだけ前線の選手でもそのカバーをし合うというか、まあそこはすごくチーム力っていうものが見えたシーンだったので、うんうん、なんかすごく、うん、攻撃もゴール前に人がいることでチャンスを作ろうとしてるんだけど、その後ピンチになったときにあの戻る姿勢っていうのが見えたので、今のチームの姿勢というものが現れたなと思いました、ね、なるほど、うん、ほら山口のサッカーって攻撃に人数かけたいじゃないですか、うん、はいはい、で攻撃に人数をかけるということは、うん、さっきのようにこうカウンターを受けてしまう場面では、うん、全力で戻るっていうのはもうステータスですよね、うん、そうですね、うん、もうそれがないとやっぱり緩みというか隙が生まれてしまうので、うんうん、あれもあのままいったらあの2対3で数的距離でフリーな選手作っちゃうので、うんうんうん、っていう考えるとあの戻りが本当にこの試合の中では一番肝だったのかなと思います。なるほど、うん、あのゴールだとかあの、うん、注目こうしがちなというか、はい、そういった場面だけじゃなくて、はい、本当に90分の中でああいった場面が試合のこの、うん、勝敗を左右するというか、うん、結果に左右するということがあったりするんですね。そうですね、なんか今回結構ピックアップとして、うん、いろんな選手のいいパスとかフィールドパスとか守備とか光った場面たくさんあったんですけど、うん、今回はこのチームとしての守備、攻撃と守備のこの切り替えの速さっていうところが一番光ったなと思ったので、はい、ちょっとそこをピックアップしました。わかりました、はい、チームとしても取り組んでいる形だと思いますので、うん、ぜひ、ね、これからもそういったところに皆さん注目をしてご覧になってみてください、はい。